始動して練習3日目です。久々になんかサッカーやれてる感じがして、みんなで楽しいですね。まあ、あのコロナの問題とかでいろいろ大変なところはありますけど、まあ、ピッチに出たら集中して、あの今やれることやって、まあ、どんどんじゃないな、コンディションをね、しっかりコンディションを上げていければいいかなと思います。携帯電話が接続できませんでした。携帯電話を忘れていませんか？かなり接触、選手同士の接触ないようなトレーニングメニュー組んでもらって練習してきました。いろんなことに気を使わなきゃいけないから大変ですね。とりあえず今やれることしっかりやっていきたいと思います。家帰ってご飯食べます。よろしく。ありがとうございました。はい、じゃあまた。はい。ありがとうございました。東ティモールとブルーマウンテン。ありがとうございます。今日はサバの麻婆豆腐風を作ります。材料は長ネギ、ニンニク、サバ缶、
トマト、あと豆腐です。油入れて、ニンニク、これ多すぎ、ニンニク多すぎ、ネギ、あ、ネギ多いかも、まあいいか、弱火で炒めていきます。サバ缶を入れます。お汁は取っといてください。ほぐします。豆板醤入れます。酒入れます。煮汁入れます。あと水。いい感じじゃない？いただきます。こんばんは。あ、こんばんは。明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。とりあえずこの短期決戦みたいに2月の中旬から10月の終わりで、まあ、プレーオフがあったらね、1ヶ月とかチームあるけど、まあ、そこ目指していってほしいけど、まあね、本当にほとんどのチームが10月で終わるっていう感じだね。そのコンディション上げていくっていうところと、まあ、そのチームメイトの特徴をつかんで、誰にどういうボールを合わせれば点取ってもらえるかみたいな、でどういうふうに活かしてもらえるかみたいのを、まあ、なるべく早くこう作り上げていくっていうか、そういうのがまあ大事かなっていう感じですかね。了解です。じゃあまあちょっとちょくちょくここからね、シーズンに向けてあれだし、はい、あのシーズン中も関係なく、まあ、あの去年みたいに話していければと思うから、はい、はい、引き続きよろしく、いいシーズンにしましょう。頑張ります。お願いします。はい。じゃあまた連絡します。はい、お願いします。はい。じゃあね。失礼します。